あ、そんなひどい目にあったんですか。不幸ですね。私が習ってる先生につきませんか、習いませんかな、どんどんそっちになっていくやろ。勘違いやってん、実はそいつの。そっからどういうかな。ゲームブックや、見して。いや、勧誘じゃありません。え、勧誘ですよ。どっちも一緒や、どっち選んでも一緒やねん。そうなとこで繋がってんの。な、そか、お前、結局お前勧誘に来とるやないか。いえ、勧誘じゃないですよ。え、勧誘に来ました。あ、選択肢分かれるんやと。3本目ないんやなと思うの。で、こっち、選んでもこっちやねん。またこうやって繋がる。大丈夫ですかって言いたいよ。お前おらへんの、ここに。うち一人で演技してるだけや。やりにくい相手ですねって思ったやろ、言うたやろ。でもあんたおらへんの、ここに。うちが喋っただけの、ここに。やりにくい相手ですね。じゃあ習いに来たんじゃないんだ。じゃあその教えないから帰ってくれってさっき言って、待って、さっき言った通り帰ってくれたらいいから。また来ます。なんでやねん。ストーカーか。違います。宗教です。あ、宗教、間に合ってんのか、ほんな、今度ええやん。しかも、うちは宗教教えられへんって言ってんの。じゃあ、習ってください。いらん言うてんねん。お前は聞きたいするためにこれ言うとんねんから。心の狭い人ですね。まだ言うか。お前が今使ってる体。人から借りといて、なんすか、その体返して、その体、あんた今使ってる体から出てって。心ちゃん、体の話。心狭いのはどっちや。うちは体の立場やね。